今回紹介するのは「青の払い増し22」という本ですついに始まる青の払い増し過去編奥村凛雪男首相の謎を解き明かす過去編がついに開始物語は百合え銀と藤本志郎を中心として進み始めます一方現代でも払い塾の仲間たちは各々 自らの使命をまっとうすべく別々の道へイルミナティへと身を投じる雪男がどうなるかも気になるところですどのキャラクターも魅力的なため安否が気になりますこの過去編が終わるとともに本編の物語もいよいよ大詰めになるのではと期待されるところですまた過去編が始まり聖騎士となる前の藤本志郎の登場により 改めて第一巻から藤本四郎という人物を読み返してみたくなりました時間も待ち遠しいがまた一巻から読み返してみたいと思える本巻でした以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします